ヨゼフ・イスラエルスは、オランダの画家である、ハーグ派の代表的な画家である、フロー人間で生まれた。フロー人間の画家たちから絵を学んだ後、18歳で、アムステルダムに出て、クルーゼマンやピーネマンの弟子として働いた。1845年から2年間、パリで、フランソ・ワイド・アルピコのスタジオで学び、ロマン主義の歴史画を描いた。当時、 人気のあった画家のルイガレやアリシェフェールと知り合い、オランスベルネやポールドラローシュの作品からも影響を受けた。オランダ生まれで印象派の先駆となったヨハン・ヨン・キントやバルビゾン派の画家たちとも知り合いになった。オランダに戻った後、ザントフォールトやカトウェイクといった海岸の町で漁師のような庶民を描いた有名になった。1871年にデンハーグに移り、ハーグ派の画家。 ヘンドリック・ウィレム・メスダフの親しい友人となった。メスダフと水彩画の普及を目指すオランダ素描協会を創設し、オランダハーグに設立された美術協会、プルクリ・スタジオで重要な役割を担った。1885年までは、息子のイサーク・イスラエルスの美術教育に取り組んだ。イスラエルスは、幸運なことに、イサークはその父親より良い画家になるだろうと書いていた。 イサークイスライルスは、ヘオルヘ、ヘンドリック・ブレートネルともに、アムステルダム印象派として扱われる仲となった。隣人とのおしゃべり、海で遊ぶ子供、アローニイン・ザ・ワールド。ありがとうございます。